俺はフワンダリーズが好きだ。リアルでデッキを組み、ちま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 デッキのリアリティを上げ続け、そんな折マスターデュエルでフワンダリーズが実装された。実装前はシルバー4だったランクが実装後6時間でプラチナになっていた。今日はそんなただただフワンダリーズが好きな男がフワンダリーズのデッキを紹介する動画です。では行こう。一旦フワンダリーズの基本展開をおさらいしましょう。まずフィールド魔法のフワンダリーズ謎の地図を発動。手札からフワンダリーズロビーナを見せて効果発動。デッキからフワンダリーズイグルーンを除外してロビーナを召喚。ロビーナの召喚した場合の丸1サーチ効果に除外されているイグルーンの丸3手札回収効果をチェーン。これによってハルーラのチェーンをできなくします。イグルーンが手札に加わり、ロビーナで烈風の結界像をサーチ。その後ロビーナの効果でフワンダリーズイグルーンを召喚。イグルーンの召喚した場合の1サーチ効果でフワンダリーズエンペンをサーチ。そのまま場のロビーナとイグルーンをリリースしてエンペンを召喚。この時エンペンを出す位置は上記のように右上がおすすめです。エンペンの召喚した場合の1サーチ効果に今リリースしたことで除外されたロビーナの3手札回収効果をチェーン。ロビーナを手札に回収しエンペンでフワンダリーズと怖い海をサーチします。その後手札から烈風の結界像を召喚。エンペンでサーチしたフワンダリーズと怖い海をセットしてターンを終了します。相手ターンに相手が通常召喚したらフィールド魔法のフワンダリーズ謎の地図の丸2効果発動。手札のロビーナを召喚し召喚成功時のサーチにイグルーンをチェーンします。ロビーナでサーチするのはフワンダリーズ特艦かスロワースワローです。フワンダリーズ特艦をサーチした後手札からイグルーンを召喚。イグルーンの召喚時効果でサーチする候補はミストバレーの巨神鳥、烈風テイライザー、自爆神アスラピスクのどれかです。こればっかりは相手の盤面見て判断するしかないんですが、選び方としてはこんな感じです。相手が初動で止められると積むタイプだったらミストバレーの巨神鳥、相手がフィールド魔法や永続魔法に頼ったまたは墓地利用するテーマだったら烈風テイライザー、フワンダリーズミラーマッチの時は自爆神アスラピスク、またフワンダリーズミラーマッチの場合は自爆神アスラピスク以外にもフワンダリーズスノールもおすすめです。後ほど対戦リプレイで見せますが、フワンダリーズミラーの際は上記大型モンスターが出るタイミングが相手がライザー等の大型モンスターを出した後になるので攻撃力が烈風テイライザーやミストバレーの巨神鳥よりも高いフワンダリーズスノールや自身がフィールドから離れたら盤面を全破壊する相手にバーンダメージを与えられる上、直接攻撃を持っているので相手のライザーなどを無視できる自爆神アスラピスクは強力な回答札になれるってわけです。今回は場のロビーナとイグルーンをリリースして一番汎用性の高いミストバレーの巨神鳥を出しました。巨神鳥の召喚成功時にロビーナの回収効果だけ使用します。この時同じく除外されているイグルーンは次のターンにロビーナを召喚した際ハルーララをケアするのに必要なので回収しないでください。ここまでご視聴お疲れ様でした。これが一番ベーシックなフワンダリーズの展開です。では実際にどうなるか対戦リプレイで確認しましょう。どうも、昨日の夕飯はとんかつでした。美味しかった。ビーナです。ではやっていきましょう。初手テラフォ。このデッキはもう謎の地図しかフィールド魔法が入ってないんで確定でテラフォで持ってきて、で最初に見せた通りロビーナから入ります。ロビーナでサーチっていうところでエフェクトベーラーが来たんですけど、謎の地図の場合召喚権を消費してないのでこのまま手札のイグルーンを使って展開を伸ばしていきます。特艦を経由して謎の地図で除外した魔法を回収しつつイグルーンを出します。謎の地図の強い点としてモンスター以外の魔法トラップなども除外のコストにできるので、特艦は1枚積んでおくと何でもサーチできる万能札になるのでおすすめです。で、エンペンで怖い海持ってきて、スロワースワローでドロー、次のドローを2枚にした上で、怖い海をセットして、ターンチェンジ。で、ここで相手もフワンダリーズだったことが分かって、で、相手がストリーを展開してくるので、こっちもロビーナを出すんですけど、これ、相手が、ストリー出してるんですけど、ぶっちゃけストリーは弱いんで入れない方がいいと思います。ちょっと今の環境だとストリー入れてるほど今のフワンダリーズに余裕はありません。こんなカードはいらないです。なので、このままロビーナチェーンして大型が確定で出てくるので
未知の風で相手の未知の風をリリースして、これ以上盤面差を広げられないようにしつつ動きましょう。別府の結界図を加えてくるけど、もう相手がフワンダリーズだって分かってるんだったら出さずにえぐるんで2800で超えられない絶望をお前に教えてやるということで、スノールを出したらもう相手は打点で突破できないので、でさっき見せたようにロビーナを一応回収して、次のターンまた1ターン目と同じことができる状況にしつつターンが返ってくると。もうお祭りですよ。あーもつい、あーもつい、アスラピスクまで素引きしちゃって、謎の地図使ってロビーナから入って、でその前に一応関係は3回に増やしておいたので、もう何でも出せますね。で突貫でハルーララメ立った上でロビーナで、もうサーチできるのがいないので普通にロビーナをサーチしつつ、突貫で怖い海を回収してイグルンで大型を引っ張ってきて、そのまま未知の風で除去しつつ召喚、アスラピスク出したところで回収で、ここでもうお相手は無理だと思って対戦ありがとうございました。はい、これが今回のデッキレシピになります。では1枚ずつ見ていきましょう。スロワースワローが1枚、これはサーチできるから1枚にしてます。ロビーナが3枚、このデッキの核となるカードなので3枚確定だと思います。イグルンも3枚、同じですね。突貫は除外されているカードを手札に戻す効果を持っているので1枚採用しています。個人的にはストーリーは入れずに突貫1枚だけの方が安定しました。ゾージーは3枚、このデッキは手札があればあるほど強いので3枚入れておきました。ウララは1枚にしてます。理由としてはこのデッキはとにかく初手でフワンダリーズの下級とフィールド魔法が欲しいので、余計な手札誘発などを積まずにもう先行制圧することだけを主軸としたデッキだからです。烈風の結界像も本当は 2,3 枚積みたいカードではあるんですが、手札事故の原因にもなるので1枚にしています。ミストバレーの巨神鳥はイグルンでサーチできるので1枚で十分だと思います。烈風帝ライザーも同じです。あまり多く積んでしまうと手札が事故ってしまうので1枚にしています。基本展開のところでも話しましたが、自爆神アスラピスクはフワンダリーズミラー用に1枚だけ採用しています。フワンダリーズスノールはそこまで強いカードではないですが、2900というスタッツは超重篤で一番高いスタッツの1枚になるので基本的には1枚採用しておいた方がいいと思います。フワンダリーズ炎天も本当なら2枚か3枚採用したいところですが、今回は手札事故が発生する懸念をするために1枚にしています。原始生命体ニビルも同じです。サンダーボルトとハッピーな羽ぼうきはもう当然採用って感じです。テラフォーミングもこのデッキはフィールド魔法に対する依存度が高いので採用しています。封印の黄金室はこのデッキはかなりマストのカードになります。フワンダリーズ下級モンスターの共通効果で超重族が召喚された時に手札に戻る効果ということもありますが、フワンダリーズ突貫の召喚する時に除外されているカードを1枚手札に戻せるという効果との兼ね合いもあるので採用してほしいです。ライトニングストームは1枚にしておきました。このデッキはフィールド魔法や永続魔法などを多用するので、フィールドにカードが残っている状態でターンを迎えてしまうことがあり、使えない場合があるからです。金満で謙虚な壺も3積みしています。このデッキの場合、フワンダリーズロビーナを手札に加えられれば、そのまま制圧盤面が作れるので、絶対に入れておきたいです。翼の恩返しは、金満で謙虚な壺を使ったターンには発動できなくなりますが、烈風帝ライザーなどで、デッキの一番上に自分のカードを戻して、そのままデッキのトップから戻したカードを手札に加えるということができるので、それを加味して3枚採用しています。フワンダリーズの謎の地図は、このデッキの核となるカードなので3枚採用してください。このカードを中心に基本的にこのデッキは動くことになります。フワンダリーズの未知の風は、フワンダリーズ炎天で採取することができますが、このカードの種効果のデッキに超重族を戻して2枚ドローするっていう効果で手札の安定性を上げられるので今回は3枚採用しています。墓穴の指名者は絶対に採用してください。
このデッキはハルウララで止められるのが一番困るので、ハルウララをメタることができる赤穴の指名者は絶対に必要です。メタバースですが、このデッキの場合謎の地図で相手ターンに通常召喚を行う関係で、相手ターンにフィールド魔法が貼ってあればいいので、できれば採用して相手ターンのドローフェーズにこのカードの効果を使うという展開ができれば理想です。フワンダリーズと怖い海というカードの効果が少し特殊なんですが、このカードはシンクロ、融合、エクシーズ、リンクなどのチェーンブロックを組まないか特殊召喚を無効にする効果を持っています。逆に効果を発動して手札から特殊召喚されるようなモンスターの効果を止めることができませんが、それでもこのカードは1枚で十分強力な対策カードになっているので、サーチもできる点を踏まえ1枚採用しています。今回のデッキは個人的には80点ぐらいのデッキです。残りの20点はやっぱり絶身鳥シムルグを採用できてないっていうところですね。絶身鳥シムルグっていうカードがデッキからシムルグフィールド魔法を持ってきつつ、烈風の覇者シムルグを墓地に送れるので、このデッキの弱点となりがちな打点の低さをカバーできるっていうカードなんですけど、このカードがまだマスターデュエルに実装されてないので、ちょっとそれが入ったらまた構築を変えなきゃいけないなという感じではあるんですけど、あとやっぱりロビーナを本当は3枚入れたいですよね。入れたいっていうのは俺が好きだから入れたいだけなんですけど、ちょっと初めはロビーナもエンペンも3枚3枚で調整したんですけど、さすがに勝てなくて今の構築になりました。この構築はかなり短期決戦に特化していて、2回目同じデッキだとバレてるともう長期戦になって対応力がなくなって負けてしまうので、かなり短期決戦のターボフワンダリーズっていう感じのデッキにしています。じゃあこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、 Twitter のフォローもお願いします。また今度次の動画でお会いしましょう。またねー。